パウル・ディンケはドイツのオペレッタの作曲家である。ドイツではベルリン・オペレッタの父と呼ばれている。ベルリンの空気はベルリンの非公式のシカとなっている。ベルリンの様々な劇場で活躍し、また自らの作品のためアポロ出版を設立している。1941年の誕生日にはベルリン市から名誉市民の称号が贈られた。1946年に アーネンクレーにて他界した。なおベルリンには現在、彼の名を冠する通りがある。1904年に作曲された、ベルリンの空気は、後にオペレッタ、ルナ夫人に組み込まれた。このオペレッタは、ベルリンこの冒険家一団が、熱気球で、ガツ世界に行き、ルナ夫人こと好き世界の王妃の宮廷で、艦隊されるという筋書きのものである。その他のオペレッタには、インドラの王国や、 リュジストラータなどがある。なお、リュジストラータのアリエッタ、グルーバーム館は1940年にジョニー・マーサーにより翻訳され、グロー・リトル・グロー・ワームの名でミルズ・ブラザーズなどにより演奏されて、英語圏でも親しまれた。この他にも、リンケのオペレッタに登場する更新曲ヤワリツは単独で、あるいはメドレーのような形の編曲で親しまれている。 http://www.theter.text.de/.data/.apollo e v e r l h ポールリンケ s h o w a r a スポートレー t ハ e ト h t t p p a r l a m e n t b e r l i n d e d a s h o u s e b e r l i n a r e n g u r p l リンケ .openhand. F="QBVQPW136」チェックありがとうございます。